生活の党の小沢一郎です。私どもは今回の選挙戦について、国民の生活が大事という従来の考え方を主張しつつ選挙戦に臨みたいと考えております。安倍政権の下で日本の経済金融政策、いわゆるアベノミクスは完全に崩壊したことが今日現実となっております。国民の実質所得は5年連続して減少しておりますし、最近の調査では個人のエンゲル係数が急上昇していると報じられております。すなわちアベノミクスという名前ばかりの経済政策運営によって国民の生活がどんどん厳しくなる一方だというのが現実であります。なぜそうなるか、それは安倍さんの考え方がいわゆる自由競争、市場原理最優先、すなわち言い換えればまさに弱肉強食、強いものが勝ち残ればいいんだと、こういう政策をやっていまして、国民の個々の生活に全く無関心だからであります。これでは政治ではない、政治は生活だという我々の主張のもとにですね、安倍さんの経済金融政策とは全く逆の考え方で私たちは政治は行わなければならない、そう考えております。景気の回復が一向にできないのはなぜか、それは GDP に占める 60% 以上の個人消費が全く伸びないからであります。なぜ伸びないのか、今お話の通りです。したがってこの個人消費を増大させることが景気の回復に欠かせない要件なわけであります。そのために私たちは個人の収入を測ると同時にですね、生活の安定、また将来への見通しがしっかりと立つような政策をしなければなりません。その例を挙げれば、例えば今安倍政権は非正規雇用のをますます拡大しようとしておりますが、これでは若い人たちも安心して結婚し子供を育てるなどという家庭生活を営むことができません。また年金についても掛け金は増えるけれども給付は減っていくと、そしてさらには医療の皆保険さえも崩そうとしています。 TPP もその一つであります。そういったことをしっかりと守っていくということが国民の皆さんを安心させ、そして安心すれば将来の見通しが立てば消費も増えるということではないでしょうか。都市と農村の格差も広がっております。そして自給率はどんどん食料の自給率が減っております。我々はやはり個別所得保障制度というものをきちんともう一度確立して、そして食料の自給体制も作っていかなきゃならない。農山村地域、地方でもしっかりした生活ができるようになる、する政策を実行するということが必要だと思います。我々はそのためにこれらの個別政策の前提としてですね、いわゆる霞が関の一極支配、これを打破して権限も財源も地方に移譲して、そして地域の振興をそこから図っていくと、こういうことで国全体の
経済を活性化させるということが大事だと、そのように私どもは考えております。これらのことを中心にして国民の皆さんに訴えていきたいと思っています。どうぞ皆様のご支援とご協力を心からお願いを申し上げます。